US2 着水後、洋上に出て実際の救助に当たるのが非常救助員である。潜水員の中から選抜された海上自衛隊の中でも有数の屈強な男たちである。体力の限界のさらに先へと訓練は続けられる。遠く離れた命を守るために、今日も出動の準備はできている。